あ、ちゃんと目的地出てるじゃん。出てる。じゃあ行くか。さっさと終わらそう、このクエ。他にないよね。あ、商人さんいる。さあさあ、何でもあるよ。何でもは嘘だな。ありがとう。次もよろしくな。ありがとうね。ようこそ、いい品があるわよ。オッケー。気を抜けませんね。新しい道で行きましょう。ここからだとそれが近い経路ですから。こう、鉄見。鉄見に任せた。新しい道？え、どこ行くの？待って、え、反対方向行ってない？え、どういうこと、どういうことなの、え、本当に鉄見、本当マジか、鉄見、あなたの活躍を見たいです。鉄見を信じていいのか。まあいっか、ちょっとよくわかんないから普通に行きましょう。こっちじゃない、こっちじゃない、じゃじゃじゃ、このうちまたどっか案内しますとか言ってくれるでしょ。このこっから登れりゃね最高なんだけど、登れはしないよねこれ、さすがに無理だね、無理無理。またぐるっと回ってこよう、めんどくさいけど。で、帰るときさ、ギッシャ乗れるかな、乗れなかったらもう歩きで帰るしかねえ。お、なんか強そうな人いる。あ、この人でも普通の兵士かな。知識を生かして手持ちの素材を調合しておきます。ああ、その判断は私に任せてください。へえー、荷物整理ありがとう。へえー、こんな装備の人もいるんだ。こうか。なるほど、道が分かれて。そうなんだよ。先の気配を探って慎重な選択をせねば。くるるる。じゃないね。じゃないでしょう。はい、行こう行こう行こう。ちゃんと前を見てください。はい、危ないですよ。わかりました。気にしないでください。大丈夫ですから。これさ、帰りに泊まろうかな。八重地。ああ、よかった。これでやっと。誰かいる。誰かいるわ。私は装備強化のための素材を発見するのが得意です。地図にその場所を示すことができますよ。獣肉。ありがとう。獣肉も欲しいが。ザザザザ。はい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 、来たよ。よく来た。武器は手に入ったか。はいはい。おお、用意してくれたのか。すまないな。いい武器じゃなくてさ、片手剣3本って書いてくれ、次からは。え？まだ？まだ！まだあるんだ。え？ブレンの教えてる。
これなんでだろう。え、今度何？いい新兵を紹介してくれた、うん、やる気があって実に結構、うん、あ、そうなんだ。文句一つ言わずに俺の訓練についてくる、うん、ああいう男がいるだけで周囲の士気も上がる。よかったっす。いい傾向だ、うん、お前には礼を言わねばならんな。えんやで。ただ一つ問題があった。まだなんかあんのかよ。ああいうがむしゃらな若者を見ていると、うん、自分の若かりし頃の気持ちを思い出す、うん、血は筋肉を踊るとでも言うか。え、強い者との戦いを体が求め始めるのだ、うんうん、遠回しすぎたか。ええ、つまりお前を誘っているんだよ。どういうこと？どうだ、俺と軽く手合わせをしてみるか。ちょっとセーブしたかったけど、まあ、いっか。感謝する。ちょっとセーブ、ここでセーブできる？できないか。これ負けたら死ぬのかな。試合形式だ。ここから出た者の負け、うん、簡単だろう、うん、お前はウォリアーではないからな、うん、俺がのけぞった隙をうまくついてみろ。どういうこと？では行くぞ、うんうんうん、始め。これチクチクやってりゃいつか勝てんのかな。やだやだ。あ、出ちゃった、出ちゃった、負けか。実に満足だ。俺のわがままにここまで付き合う。ぜひともお前のその善意に報いて、報いてくれ。出ちゃった、出ちゃった。相撲か。ブレン教官、すぐに来てください。何？ゴブリンの群れが吊り橋の方に支援をお願いします。それに行けばいいのね。よく知らせてくれた。わかった、そっちの方が得意。ゴブリンも群れれば厄介だ、うん、もっと人手が欲しい。いいよ。あの、もっと大変なことになってる村があんだけど。竜の村があんだけど、大丈夫？そっちはゴブリンより大変なことになってんだけど。どこだろう。吊り橋って言ってたよね。え、あの竜のとこじゃないよね。無理よ私。竜はゴブリンって言ってたよね。ゴブリンだよね。これで終わりかな。結構大変なクエストだった。これ多分こっちでやってから行くべきクエストだったんだろうな。素材採取できる場所がありますよ。はいはいはい。得て損にはならないでしょう。そうだね。どこだ。あー、なるほど、もうちょっとだ。無事帰れるか、それが心配だ。私は出た。何？何？え？何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 ？うおーって言ってたよ今。ゴブリンじゃないんじゃないの？宝箱がありますよ。そうだね。近づくにはどうすれば？あ、なんかぐったりしてる。なんで？何があった？説明しろ。教官、ゴブリンはなんとか倒せたんですが、サイクロプスね。はいはいはい。大丈夫大丈夫。のサイクロプスが現れて、夢中で矢を撃ちまくったら目に当たって逃げていきました。だけど多分また戻ってきます。生き延びただけで上出来だ、ランデル。え、戻るの？とにかく低い位置に戻るぞ。サイクロプスは？サイコロプスをお前らやってきてくれたこと。俺の暗息の日々は終わりのようだ、うん、助けてやった兵士を見ただろう、うん、奴はゴブリンとの戦いで深手を負った、うんうん、訓練中の負傷だ。俺の責任となるだろう。この職を奪われる日も。え、こんなやる気ある人なのに。この程度のことでと思うかもしれんが、そっか、俺はこの通り、ね、獣人なのでな、うん、心残りは兵士たちのことだ、うん、まだまだ未熟だからな、うん、時間の許す限り、代わりになる人いないだろう。あいつらを鍛えてやるつもりだよ、うん、せっかく討伐したのにこんなことになるなんて、うん、獣人はやはりベルムントでは生きづらいですね。
こんなことになるなんて。終わった？一回ここで終了した。よかったよかった。なんか飼ってたらまた違うあれがあんのかな。違う。目的とは違う方向に進まれるようですが、うん、一旦案内をやめておきますよ。各社様の意向に。うん。あれでしょう、だってメルベ村じゃない？メルベ村まだ竜いるでしょ多分。メルベ村にはどっちにしろ帰るんだけどさ。行こう。うまい食事も済みましたし。あ、寝よう寝よう。もう横になりますか。寝よう。寝よう。帰れるかな、ジョーと。もし竜がいてギッシュがなかったら歩いて帰ります。頑張って。で、一応場所はこっちになってるってことだよね。違うのかな。まあ、でもメルベ村に帰りましょう。とにかく。はいはいはい。あ、こっちでもよかったけど、まあ、いっか。ちょっと遠回りか。こっちね。まだいるよね、竜。暴虐の限りを尽くしてるよね、多分。見える？竜どうなった？走ってるこの人も。いる。竜いるよ。ギッシャいないよね。あ、いるわ。たまにはギッシャの利用も。ちょっとさ、セーブしてさ、行ってみようか。あ、でもセーブできない。悪くないでしょう。気力と体力を温存できますが、安全かどうかは状況によりです。ごめんね。私にはまだ竜に。あ、ダメ？これ乗れない？対処できるだけの。行ってみるか。イエーイママよ。無理だって。あ、ウルリーケ、安全な場所に逃げて。いやいやいや、無理だって。私は帰る。ここは私の村に。私が逃げるわけ。いくつか減らせば逃げていくかな。お願い、手を貸して。ウルリーケ来た。魔法の力に特性効果を付与します。ありがとう。ドラゴンに炎は全然効かねえ気はするが。でも何もないよりはいいか。飛びやがった。1個は減らせそう。おいおい、聞いてねえよ。本当だよ。こんなことになろうとは。乗る勇気はない。乗りたいけど。翼の V 破壊。入ってくる液体に注意を。まともに受けるとまずいです。はい、わかりました。これ魔法か。これ本当に倒すの？大丈夫です。立てるはずです。仕事を移せば、きっと。
本当そう、主力を尽くさないと倒せない。誰も乗ってないからこれ乗れないってことなのかな、それとも各社しか乗れない。あ、アルツーロー、アルツーロー、アルツーロ大丈夫か。鉄み私よりも前に一つ上ですね。無事古田、古田いい武器使ってっから今もらったやつ、もらったやつでなんとか。こんなことになろうとはよ、私実はまだダークアリズムでもドラゴンやってないんですよ。ダークアリズムよりも前にドラゴンと対峙することになろうとは。まあ、ずっとやってれば倒せると思うけど。ありがとう。チクチクチク、私に乗ってください。思いっきり飛ばします。あ、飛んだ飛んだ、降れたら。逃げた、逃げたかな、うん、あ、逃げた。くそ、見失った。なんかあるよ。諦めないでよかったわ。どういうこと？どうしてかしら。あなたが来てくれる気がした。ごめん、だいぶ見逃したんだけどさ。そこのあなたもおかげで助かったわ。誰？あんた誰？ロリー家、無事で何よりだった。早く村に戻って。何か死んでない？安心させてやる。何日かいたでしょう。ごめんね、ちょっと行ってくるわ。本当にありがとう。いいよ。私に拾わせてください。流血症、流血症拾われた。この人誰？理由ですらない。くだらんまがいものとはな、なんとも虚しい。あれ竜じゃなかったの？シグルトだ、お前は今の各社だな。お前は私と同じ鉄枠全各社。別にただの我流だ。かっこいい。竜を倒す、そのためだけに取り繕った間に合わせの技に過ぎん。魔剣士のジョブが解放されました。なんともはや、本当に。ちょっと待って、私今さ、ステータスジョブ、あ、まだか、あ、まだもうちょっとあるな。じゃあ大丈夫だ。いやちょっといろいろあって、なんかメルベの様子を見に行くとかって書いてあったな。時々って時々ってどういうこと。まあ、とりあえず今見てこよう。どうしてそんなとこにいるの古田は。どうしたどうした、また一日が終わるな。あ、最高の品揃えだ。あれどっちどっち、うん、あ、これさ、あ、これか、分かった、じゃあ買っとく買っとく。これね、秘書、霹靂のサブジョンかい。そいつは掘り出し物だよ隣の人ドラゴンに襲われたメルベで回収したんだ。あ、今ここメルベだから。俺には何が書かれてるかわからないよ、あるある。とにかく価値はありそうだろ。あとは、あ、はい、ありがとう、ありがとうな、ありがとう。ダドリ、買い物楽しかったですよ一気にお金を使うのもたまには爽快です。おい、どうにかなったか、いやもうごめん、スケダチ、ごめんね、何度も逃げて。まあよかった、やっぱ撃退のイベントだったんだね。この人は、ああ寄るんじゃねえよ嫌われてしまった敵ってわけじゃないの。敵じゃねえよ、一緒に戦っただろうが。今じゃないんでね引っ込んでな。嫌われてしまった。あんた何してんの。なんじゃ、仕事が欲しいのか。まあ欲しいか欲しくないかって言ったらちょっと欲しいかな。メルベ村の様子を見て、で、ギッシャは開通したかな。おい、ちぎりなんだ、違うのか。違うんだ、ごめんね。あ、一応目的地が、あ、この人シグルトだ。理由ですらない、くだらんまがいものとはな。シグルトだ、お前は今の各社だな。お前は私と同じ、別に竜を倒す、これ
キャンセルできない。何でもないがない。あ、ここら辺に行けばいいのね。分かった分かった。ああ。ここにもガタが来てるな。まあなんかある意味来てよかったっちゃよかったな。ああ、どうも。どうも。どうもどうも。ああ、びっくりした。竜じゃないって言ってたな。何？お説教でもするつもり？しません。ババアだけどしません。ちょっと平凡な毎日って全然話聞かせてくれないみんな。あら、何かよ。何でもないです。私しばらく前に、あ、そうそうそう、端正な顔のちょ、あんな態度じゃそりゃ山奥のどこかにエルフだけが住む集落があるらしいけど、仮に訪ねたところで歓迎なんかされそうもないわ。そうだね、広いけど特にないかな。家探ししたけどないわ。景気に左右されない商売を心がけています。なんか特にさ、なんだろう、何かがあるってことはないね。これルリーケちゃんじゃない？ルリーケちゃん。どうにか助かったわね、うん、あなたのおかげよ、うん、いいやで。ルリーケちゃんに花束あげようかな。言いたいわ。私も特にないかな。ルリーケちゃんの館に行けばいいのかな。ここにまず来て、ヤッホー。ここは宿屋だよ、うん、まあ普段そんなに客も来ない場所だから、うん、一人でもなんとかなってるんだ。花束持ってこう、一個。花束さ、持ち歩いててもいいのかなとかちょっと思ったんだけど、枯れちゃうのかなとかさ思ったり、これだ。何か手伝いがいるかい？ありがとう。またお待ちしてますよ、うん、ありがとう。ちょ、出れん、出れぬ。あ、なんかあったっけここお店。あ、ここか。あの果肉の丸薬買ったな。見ていきますか。見ていく。ね、まあ大体そうだよね。もう持ってるやつよりは弱いよね。こんなもんがデザインとしてはいいな。すっきりしてて。はい、またお待ちしてます。はいよ。ごめんね。腹減った？働くなんて、おろ働いたら負けと思っている。あ、この人も商人さん、ね、何か買ってくれない買ってくれない。なんかさ、フルーツよりどっちかっていうと薬草が欲しいんだよな。薬草って売ってないね。次もよろしくね。はいよ。薬草の方が入手できないんだけど、なんとなく。あ、なんかある。あ、こっちがお家だよね。でもフルリーケちゃんにちょっと渡してくる。お花、お花いない。フルリーケちゃん、フルリーケちゃんいない、いないわ。上にいるのかな。いない。どこ行ったんだろう。いないわ。見ていきますか。様子を見るがさ、どうしたら様子を見たことになるんだろう。塔の上とかに行くのかな。また来ればいいのかな。それともこのびっくりマークが何を指してるか多分私には分からないだろうな。なんかある。
ないね。上行ったらルリーケちゃんいるのかな。宝箱、あ、なんか修復して使ってる感じ。いないよね。いないこれで撃てばよかったんじゃないのって思うんだけど。役立つ素材を得られる場所ですね。あ、そう。せっかくですから探ってみては。おお、どこの話。あ、この下だな。あそこについてる。あー、ちょっとそんなとこ登らないで。一家じゃ一通り見たら帰ろうか。また 100G で来れるもんね。一応目的のクエストはさクリアできたから。ここ？この下か。ああ。おい、これ戻ってこれる？戻ってこれるのかな？戻ってこれるのだろうか。えい。素材系の品ですね。これは。素材系の品。組み合わせによって異なるものに変化します。花束でしょ。あ、こっちから戻れる？獣肉。戻れた。任務中は気を抜けませんね。あ、ビルボバーギンズがいた。ビルボバーギンズ。特にないよね。道具屋さん見たし、ちょっとお花あげたかったけど。自分にお疲れ様って言いたいわ。お腹すいた？かわいそう。これ持って腐るかどうかちょっと確かめてみようかな。あ、これはね調合したいけど、ちょっと預けていくか。あの花は多分枯れる。西日の花は枯れるのもったいないから。あ、ウルリーケちゃんじゃん。いたいた。どうにか助かったわね。うん、あなたのおかげよ。この子にさあげれない？どうにか助かったわね。あなたのおかげよ。うん、あげれないのか。あげれなかった。ちょっとじゃあアイテム預けてさ。アイテム、預けて帰ろ。譲渡に。そうだよ、膝は大事だよ。よいしょ。はしごですね。移動に使えます。ここは宿、うん、まあ普段そんなに客も来ない場所だから一人でも。あ、これ置いとこう。これはね、あ、これこれ流血症。なんとかなってるんだ。何か手伝いがいるかい？ちょっと待って、まだなんか持ってるよこの子。あ、肉だった。うん、またお待ちしてますよ。はいよ。じゃあ帰る。ほら帰る。あ、レンナルトの家に行ってみようか。レンナルトの家。ここか。レンナルトいる？あ、でもあの入り口にいたもんな、そういえば。いないいない。レンナルト家なんかにはいない。私が桃か？ウルリーケちゃん見回りしてんだね。
待って、牛舎どこ？あ、これか、これだ。来た？牛舎ですか。はい、うまく使えば旅が楽になりますよ。うん、夜間は運行しませんから、昼の移動に限りです。私を違うんだよ、お前じゃないんだ、こいつなんだ。この牛舎はベルンワース行きだよ。ベルンワースに連れてってくれ。前払いで頼むよ。頼む、乗ろうぜ。ちょっと進めない。あ、先客がいる。はい、目を閉じます。ああ、まあ一個クエがクリアできてよかったな。あ、来た来た、着いた着いた、帰ってきたで。着きましたか。喫茶旅もいいものです。うん、100G でまた利用してみてもいいでしょう。楽ちんよ。クエスト、時々っていうのかな、よくわかん、まあこれはだからすぐに行かなきゃいけないもんではないね。うん、お部屋に行きたい、私のお部屋。あ、それか、あの、あいついねえじゃん。どうです、見ていきますか。あそこに見えるあれ、ここはビョルン兵、戦いで勝ち残るなら、まずいい棒。おう、あるね。これもできる。これしとこうか。じゃあうん、うん、よし、服を着ることだ。そこをけちると、はい、ありがとう。またと、こっちの方だったんだな。あ、ちょいちょいちょい、あいついねえな。あいつあそこの3番の家のあたりにいるかな。で、しとこ。ひと眠りしたいが、そうもいかないか。ここなんだよな。あ、いないね。はい、ん？こいつ何なんだよもう。ねえ。あのこっちの方行ってみようかな。ここら辺でしょ、お城。なんか多分まだ行ってないとこなんだよね。ウユーク行ってちょっと探索してから、あいついるかもしんないしな。オールドイン召喚アロールとクラーク、なんかね、入り口の方のとこは行ったんだよね、ヨルダンだけど。行ってみようかな。ちょっとあと10分ぐらい時間があるので、もうお前はいいよもう。こう言って、左に曲がって、どうしたの？ご大層な話なんてあるわけないだろう。あんた。もしかしてバタルに行く用事が。教科書を持たずに関所を抜けようとする。貿易は回復しているとはいえ、一般人の往来はまだ厳しく監視されている。くれぐれも、どうやったらもらえんの？強行突破なんてやめておくように。もらえんの？それ。規律を守るのが我々の。わかりました。ユークにちょっと行ってみます。地下。
ベタつくわね。ベタつくわね。あ、商人さんいる。あ、さっきの人じゃん。最高の品揃えだ。ダドリ。ダドリ、お前も一緒に乗ってきたのか。はい、また来てくれよ。はい、結局何も買わずじまいですか。うん、ダドリーちゃんからもう5000G で買ってるから。いい商品があるといいですね。この人なんか買い込まないこと、ルードルフ様のこと言ってたよね。ここもなんかさ、いきなりこのアロールドっていうとこ行ってみようか。でちょっと前に戻って、こう行ってからも、ここか。そうだ、うん、寄り道しましょう。例のあの件ですよ。どちらを優先するか迷いどころですね。城のことでしょそれ。城行けって言ってんだよね。違うのかな。お、花邪魔するぜ。アロルトさん、そろそろ食事の時間ですかね。マスカ、入団希望ですか。え、いや違います。あ、これもお花だ。花束にしておくぜ。アロルド邸にお邪魔します。日々の課題は尽きぬ。日々の課題、この人アロルド。ここで何をしているのだ。ちょっとお邪魔します。無用な長話はすかんがね。通れない。体の幅が広すぎて通れない。ちょっと薄暗いからまた酔いそうだな。学びなくては豊かな人生足りえん。こっち、あ、外だ。外に出てもうた。暗い、薄暗いね。もう夜か。見てください、宝箱ですよ。どこ？ついてますね。好奇心旺盛ですね。あれ、アロールド。話なら手短に願うぞ。話特にないんで、矢探しだけさせてもらってます。大した話などないんですか。レイモンド。暗い。あ、なんかある。あ、またジャケットもらった。ジャケット3枚目なんだけど、これでポーンの分もあるんだけど。うん、平穏だな。1日1件だな、これ見れんの。超辛い。あ、下ももらった。アクサ様、拾っておいたこれをどうぞ。ありがとう。ご用があればお伺いしますよ。ありがとう。ご機嫌はいかがですか。ありがとう。どうぞって言われてもらえてんのかがちょっと不明だよね。宝箱ある。ここにも宝箱はないと。宝箱。あー、ちょい。落ちてきた。これ外かな。城壁みたいなことかな。あ、ね、あそこになんか壁あるもんね。この伝っていくとあるのかな。さすがに疲れが溜まった。これの上。素材採取できる場所がありますよ。ここ出て損にはならないでしょう。この下？どこだ？宝箱。からの、あ、これの上かな。まあ、いっか。ちょっとわかんないわ。登れないでしょ、どうせ。登れない。はい。じゃあ、ちょっと。腕
ここだけ見て、なんかボソボソ言ってる。帰ろう、帰りたいんだけど、どっから帰る？こうだ。夜になっちゃった。帰ろうぜ。違うの？こっちじゃなくない？こっちだよね。で、自分家で寝て終わりにしたいかなと思います。こっちか。ある住民づてに聞いた話を思い出しました。軍組織の噂話のことなら私も知っています。そう、後期の下地で軍組織の入れ替えがあったの。全力で走ってますね。追いつけないですよ。ごめんね。遅れないようについていきましょう。ごめんね。お家に帰りたいんだ。早く。ちょうどいい。別件の要所が近くです。迷ったら心の声に従う。各社様ならそうしますよ。どこ？どこにあんの？バルデマル殿ならば。魔導書について何か知ってるかもしれません。何か用でしょうか。バルデマルって誰？この人？仕事の邪魔はしないでいただけますか。バルデマル？ベルンワース、バルデマルって言ってたよね。わー、ないわ。バルデマル様がいるんだ、このそばに。どこにいる？あ、鉄見が。はいはいはい。鉄見、さすが。そのバルデマル様のとこに行きましょう、じゃあ。近いって言うけどさ、そう近くもないんだよな。文字が読めます。大体において。何の情報でしょうか。読んでみましょう。あ、ものすごく富裕区だね、これは。まあ、夜行って訪ねてってさ、大丈夫？鉄見。定例報告まだか。この装備も新しくしたいな。バルデマル様？見失った？別行動。あ、これ城？立ち入りの制限。場所や時間帯によっては各社やポーンの立ち入りが禁じられている場所があり、場合があります。例えば夜間の王宮内に侵入し衛兵に見とがめられると包囲捕獲の後に投獄されてしまいます。危険を冒して侵入するか否か適宜判断すべきでしょう。ベルンワース城内の舞踏会場では定期的に舞踏会が開催されています。参加すれば特別な人物と出会えるかもしれません。ただし会場へ入るにはふさわしい格好が必要となります。ここはいいですがやめますやめます、あまり待たせすぎないでくださいね。やめますやめます。いや、だって鉄見がさ、おとなしく待ちましょう。いや、鉄見がここに来たんだよ。もう帰ろ帰ろ。城の中にいるのかな、ベルンワース様っていうのが。全くもう、昨日も今日も一緒ね。帰ろ帰ろ家に。もうあとちょっとで家っていうところでさ、こっちにって言うからさ、もう困っちゃうよ本当に。我が家我が家。はい、帰ってきた。とりあえず寝よ。では眠るとしましょうか。しましょうしましょう。今日も一日いいことがありそうですね。やることはたくさんあります。倉庫に預ける。死肉花束1個持っておかな。なんかあげれるかもしんないし。2つある。はい。
はい。はい。の気分はどうですか？はい。では本日はこの辺で、次はこれやってもいいんだけど、これも気になるけど、これかな、それか、まあこれ、かなと思います。はい、ちょっと調合とかしようかなと思うので、セーブしてプレイを続けたいと思います。